はい、じゃあ続きをやっていきます。の前にちょっとさ、やっぱりさ、前回さ、国防を拾ったやつをつけたいんだよね。これさ、こうして、これ外す。あ、外せた外せた。ほんで、これカッパ着てるとさ、国防が被れませんみたいになったんだよね。だからこれで、これつけるんじゃない？あ、いいじゃん。 いいじゃん、これ。もうバカ丸出しでいいじゃん。あ、できた、できた。よし、これで、藤宮んとこ行こうぜ。店に行こう。で、なんだっけ？ファーなんちゃら、ファーなんちゃらみたいなやつもあげようよ。ほら、どう？これ。ねえねえねえ。あ、温まっちゃった。温まっちゃった。違う。温まらないで。この格好どうですか？僕の格好。こんな状況だと風が広まるのが早いよ。移されないようにしないとな。風の心配？あ、寒そう。どうして私が待たされないといけないの？絶対おかしいわ。いや、そりゃ、みんな待ってっから。我慢して。イライラしないで。カルシウム不足ですか？はじめは、どう？あ、そんで、違う違う。ここで、あれを渡したいんだよ。ん？ん？渡せる状況だよ。なんで？なんでダメなの？なんで渡せる状況じゃないんだろう。ちょっとこれさ、料理長に店に聞こう。恐るだよ。料理長、ほら。どう？もうちょい近くに寄りたい。あ、寄れない。ほら、いいじゃない。いいじゃない、この。話しかけれない。これね、料理作ったんすけどね、なんか食べさせてやったのにね、まずいって言われたんだよ。どうにか助かりそうだな。それよりも、ちょっとね、転職しようと思って。今僕大学生ですけど、そうだ、大学生だから、就職をちょっと料理人になろうと思ってるんですけど、料理長のもとで働かせていただけませんか？すげえ響く。思いが響く。ダメだ。思いが届かない。こいつだ、こいつ。こいつだよ。まずいっつったの。よどうした？どうしたん？自分。そんな。あ、なん、悲しい音楽。藤宮さん。え、なんで急にもう選択肢じゃん。やっと助かりそうだね。まだヘリは来ないね。何か考え事してるのかい？ああ、こんな場所から一刻も早く脱出してよ。いや、何か、何かとりあえず考聞いてえあげ事よう。してるのか。私、正直、今この町から出ていいのか迷っています。いや、迷うな。避難せあな。の人を置いて、このまま逃げていいのかって。大丈夫、避難してるって。あの人って、絶椿ケアセンターにいる義理のお母さんのこと？対。大丈夫じゃない？もう、心配だから一緒にケアセンター行ってあげるよ。そんなに気になるなら行くべきだよ。その人は放っておいて逃げようよ。そうかい。じゃあ一人で行くんだね。最後のクソだな。でもね、こっからはね、今まではちょっとクソを貫いてきたけど、ここ何回かで、そう、改心したんで。どうだろう、行ってあげる。なんかこれ恩着せがましいな。ちょっとな。そんなに気になるなら行くべきだよ。これかな？そんなに気ちにょうどなるいい。なら行くべきだよ。ありがとそうう。だ。やっでとも、全力さん。私、わからないんです。何が？何の問題？全力は足し算と引き算と掛け算と割り算ならできるよ。あの人にはひどいことをしちゃったから、会っていいのかどうか。試験問題のことじゃなくて、会っていいのかどうかがわからないと。そうか。どんなことをしたんだ。何をこんなに罪をなんかこう背負ってんだろう。ワンピースがない。漫画じゃない方のワンピース。漫画の方のワンピース。何を騒いでいるんだ。お母ワンさんピースのが。形見のワンピースがないのよ。え、形見のワンピース。あのワンピースがそんなに大事な何しものただったなんて。
何した？なんか巾着袋にしちゃったの？ワンピースを切って縫って。ごめんなさい。もしかして。はるかちゃん。体操着袋にしちゃったとか、上履き袋に。あんたが捨てたのね。捨てたの？返して！お母さんのワンピースを返してよ！捨てたの？ワンピース捨てたの？はるか。どっちの？仕方ないじゃないか。どっちのワンピース？悪気があってやったことじゃないんだから。悪気あるでしょ。普通さ、ワンピース捨てなくない？あの、本の方だったらワンチャンあるけど、そっち？どっち？そこはっきり言ってくんないと、こっちのあれだよ。気持ちがちょっとふわふわしてるよ、今。いやよ。私、許さないから。でも、片身のワンピース、すげえ許さないね。すげえ許さない言い方がすごい。でもまあ、片身のワンピース、どっちだろうな。そう思うんですけど。どっちのワンピースかな。そればっかり気になる。中学の頃の話なら仕方ないよ。片身を捨てられたんだから仕方ないよ。それはひどい。大人げないにも程があるよ。僕ならその人のことを絶対許さないよ。もういいじゃないか、二人で逃げよう。もう最後絶対クソな選択肢だな。最後にもう二番目もダメだけど。あ、三番目もダメだった。でも片身、中学生の頃の話なら仕方ないよっていうよりは、片身を捨てられたんだからそりゃそうなるよね。大切な片身を捨てられたんだから仕方ないよ。そうです。切ない、切ない、この笛の縦笛。おーい、ヘリが来たぞー。おーい、ヘリが来たぞー。絶対これあれでしょう、助からないでしょ。でもあ、走れ走れ、あ、走れ走れ。おこう料理長の後ろを弟子が追っかけてったぞ。全力で、全力成人はコックさんになりますって言いながら沈んだじゃん。落ちたじゃん。なんてことだじゃねえよ。何が原因？別にこんな雨ごときで落ちないでしょ。墜落しないでしょ。何、操作ミス？なんであんなことになる？何？なんで？何これ？どうして？どうした？どうした？え、何何？料理長？今のは料理長の声じゃ。うん、料理長だよ。何？どうした？料理長何した？違うんだよ。藤宮、あげるもんがあるんだ、君に。ちょ、早い早い早い。ここでなら、あ、渡せないの？ちょっと、もう、このぐらいの距離だった。よし、ここで。あの、ファーなんちゃらみたいの渡したいんだよ。あ、組み立てじゃなくて、渡す。あ、なんで、そうさ。あれこれ、なんか、ずっと渡せないじゃん。渡したいのに。なんだよ。あ、じゃあ、あれだ。あれを。あ、でも渡せる状態じゃないから、カッパも渡せないのか。なに、ちょっと救助の人？救助してよ。どうなったの？大変なことになったの知ってんだよ。料理長は？師匠は？師匠どうしたん？大変なことに。それしか言わねえな。助けたいのは、山々だけど、わしいっぱい、お前は食うことだけしか考えてない。俺の料理まずいって言ったぞ。おい。許さねえかんな。本当にね。シェフの格好をした人が、この先で落ちそうに。まだ落ちてないのか。僕もちょっと半分シェフですけど。半分っていうか、頭から上だけ。お、藤宮。全力さん、どうしたらいいんでしょう。ここでちょっと、どうしても渡したいんだ。お！渡せるぞ。ファー、ファー、ファー。なんとかファー、ファー。ファーケープ。渡そう。どうなんのこれ。あ、すいません。これ、ちょっと待って。ちょっと、これ、あったかい？これ。あ、でもあったかそうではあるか。あったかそうではある？これ。死んだ魚の目をしてる。完全に死んだ魚の目をしている。あったかいんかな？あ、いっか。やべ、ズム濡れだ。私たちズム濡れ。どこにいんの？だから。どこにいんの？あ、この警察の人、どこにいんの？
か違う違う、コック長どこにいんの。おーい、え、どこにいんの。あ、いた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 、あ、コック帽見えるよ。これうんじゃないよ、助けてくれ。あー、すごいじゃん、もうすごいじゃん。早く早く手を差し伸べて引っ張り上げる。にやりにやりと笑う。なに、コック長の帽子を取って、何、俺も被ってっけど料理長の帽子と交換するってこと。帽子取ってみるか。落ちた。料理長と、なんで帽子取っただけで、あの青年も落ちたぞ。なんでお前も落ちんだよ。なんで全力星人も落ちるんだよ。しかも料理長もなんでコック帽を取っただけで落ちるんだよ。料理長、嘘でしょ。え、これダメ、ゲームオーバー、オーバーゲーム。なんでだよ、なんで落ちんだよ。めちゃくちゃだよ。ヘリのことじゃない言うのは。ダメだ、お前らヘリのことじゃねえよ言うのは。まず第一、絶望的だな。マジ絶望的な、国防取ったから。俺たちかぶってるけど、どうなっちゃうんだ。違うんだよ、コック長じゃない、料理長の国防がどうしても欲しかったんだよ。東インターの方ならまだ救助ヘリが来るはずだ。え、二人置いてかれんの。じゃあ置いてかないでよ、すぐにそっち行こう。え、置いてかないでよ。待ってください、私の友達がまだ下にいるんです。あ、な、友達って言われた。もうちょっとなんか、何を言ってるんだ。おい、その子をバスに乗せろ。え、ちょっと待って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 、置いてかないで。来るんだ。なんで、すげえ強引じゃん。嫌だって言ってんじゃん、友達助けろよ。ほら、嫌って言ってんじゃん、嫌って言ってんだから。さあ、行くぞ。ダメ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 、すげえ勢いで連れてっちゃうじゃん。うわーっと、仰向けで倒れたの。え、料理長は、料理長どこいる。あ、いた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 。え、ちょっと意識は、意識は、ちょっとごめんなさい、料理長って。すまんな、お前まで巻き込んでしまってすいません。いや、それはこっちのセリフです。しっかりしてください料理長、喋らないでください。今は安静に、全く待ってて、もうクソだな最後の選択。それは言えない。しっかりしてくださいだな。しっかりしてください料理長。お前のせいだからな、お前がでも全力星人が帽子取ったから。でも帽子取って普通落ちないよな、落ちるって思わなかったもん。早く行け。え、ダメダメダメ、一緒に行かないと。師匠、まだ教わることがあるんです、たくさん、あなたから。何？もっと息子の相手をしてやるんだったよ。え、結構料理長年だけど、そんなちっちゃいお子さんがいたんですね。帽子取ってごめんなさい、コック帽が欲しかったから料理長。うぐうぐうふってだって。え、マジ？空を仰ぐ演出は、これはそういうこと？召された。うわ、なんで登ってこれたんだよ。行っちゃったの？どうする。あ、行ってしまった。東インターチェンジか。ジミヤさん、一人ぼっちになってしまった。こんなところでくたばってたまるか。いや、くたばってたまるか、くたばってたまるか。お、すげえかっこいい。その格好で、その格好でかっこいいことを言う。っていうか料理長、せっかく僕就職先ここにしようと思ったのに。あー、料理長マジ？チーフの次料理長も？マジかよ。ここからどう？一人ぼっち？やべえ、ほんと一人ぼっちかな。ていうかもう結構な時間経ったね。もう夜が明けたもんね。うわぁ、一人でずっと歩いてきたん、高速。うわぁ。やばい、温まりポイント欲しい。すげえ濡れてるし。やっぱカッパっていうのだな。あれ、こっち？こっちから歩いて、あぁ、空を青いでー。なんかあるかな。こんなことしてる場合じゃないかな。あ、もうちょっとやばいな。よし。何今の。たまにうーんってなる。あ、風吹いてるってこと？これ。ここから行けるの？下。ここから行ける？行ける？これ。おい。どこ行くの？こっちか。こっち行って。こっち行って。こっち行って。うわ、水浸しじゃん。え、これもうやばくない？こっち行って、
これいける？飛び越えれる？え、いけないんすけど。え、これし、し、あ、こっちか。こっちくぐってけってことか。これさ、温まるとこあるかい？どっから行くん？こっち？これだと戻っちゃうか。こっちじゃない。ん？どこだ？やばいな、これ。カイロと買ったっけ？死んでしまう。ああ、カイロ1個使おうか、とりあえず。使用して、ホイッスルはどうでもいい。あ、なんかある。戻ってよかったね。なんだこれ。お、カイロを使ってカイロを拾った。もう、何も使ってないことになった。よし。でもこっちじゃないのか。あ、でも全然ダメだな。あんまり回復してないな。やばいな。どこだよ。どこ行けばいいんだよ。こっち行って、こう行って、こう行って、ここ？何？ここ？こう行って、こう行って、こう行って、おっとっとっと。すごい。あー、絶対、あれ？何？何？行けよ。あー、何？揺れてる。おー、すげえ。この、なんか班長、班長じゃねえや。市長。なんで班長って言ったんだろう。市長のポスター。あの、からしじじいの。からしスーツじじいの。こっちか？こっちか、こっちか？あったまるとこ欲しいなぁ。あったまるとこ。どっかない？なんかここに、こっち側にあって、あー、揺れてる揺れてる。なになになに？踏ん張る？違う？何？今何？なんかあそこ人いない？何？何が起こった？ね、あそこ人いるよね。あ、やばいやばい、なんかやばいやばいやばい。死んじゃう死んじゃう。早く、温まるとこ、温まるとこ。温まるとこをください、僕に。てか、あれ、何あのおじさん。おじさんなの？おばさん？おじさん？ちょっと待って、それよりも先に。あれ、ここあれだ？クランク、使う？お、使えた。これで中に、温まるとこ、温まりポイントがあると、あることを信じて、温まりたい。あ、やばいぞ。間に合うかな。お、なんかある。なんかある。何これ。違うよ。上じゃなくてよ。お食事コーナーじゃなくてよ。何これ。イヤーウォーマー。装備。お、装備できた。コックも被ってるよね。どういう状態になるの？上手に被ったなぁ。あ、やばい。やばい。いろいろやばい。あ、なんか光が見える。あそこ絶対温まれるはず。もうちょっとだ。頑張るんだ。あれそうでしょう。あの光は絶対そうだ。そんな食べ物を拾ってる暇はない。よし、着いた。着いた、ここだろ。よし、間に合ったー。あー、助かったー。ちょっとね、死を覚悟していたよ。よし、元気。よし、これはうどん。あー、今緊張した。絶対これ、実はね、ちょっと間に合わないかなと思ってた。なんで、なんか流れてる？ラジオ？なんか流れてる？何？こっち行けないのか。ガスの元栓は必ず閉めること。もう冷蔵庫開けたりできないの？こっちは？出れる？あ、出れた。ここパーキングエリアか。サービスエリアか。おー、なんかあるじゃん。お、イェイイェイ。帰るイェイ。カイロ結構使っても大丈夫っぽいね。結構落ちてるね。これは？コンパス？お、なにこれ？栄養ドリンク。栄養ドリンク。あれかな？ HP 回復すんのかな？あ、TP か。他なんかないかな？ここはそれだけか？この外は。おいで。他にはなさそう。ないね。あ、なんか向こう側にある。あれ、これぐるっと回らないといけ
けないね。ここをこう行って、こっちかな。矢印、矢印。お、他にもあるじゃん。なんか醤油とかじゃないよね。何？お、ビニールズボン。お、ビニールズボン。現在、破棄して。破棄すんの？まあでもこっちの方が濡れないからこっちにすっか。おお、いいじゃん。バックと恐るじゃん。矢印のテレビがついてんのか。ニュースは続いている。音声だけが流れてるのか。矢印はどこだ。どこの矢印を言ってんだ。これか。何？お、バール。モテない問題。ニュースです。田辺総一郎知事が行方不明となりました。え、田辺さん行方不明だって。水害対策のため市内各地を移動中でした。うん、その際災害に巻き込まれたのではないかとの推測が。いたよ。え、前回さ、前々回ぐらいだっけ。いたよね。駅の向こう側にやっぱありいたの。絶対田辺知事なんだよ、あのからし色スーツ。海岸線が決壊している地域もあり、高波で被害。他にもだからこれさ、進んでったらいろんなとこにさ現れるんじゃない。田辺知事が食券買えない。どれ、どういうこと。もう一回。このサービスエリアおすすめの食事は。どれだかさっぱりわからない。どういうこと。なんで乗ったんだよ。トイレ。待って、外にいたさ。これは高速道路情報を表示する端末だ。今は何も表示されていない。自販機で買えない。コーヒーの自販機だ。マニアックなコーヒー。コーヒーってマニアックなコーヒーってあんの。紅茶コーヒーとか緑茶コーヒーとか、そういうこと。コーヒーの自販機だ。すげえ、マニアックなコーヒーしかない。置いてないじゃん、ここ。ここの自販機全部コーヒーしかないじゃん。カルピスとか、カルピスウォーターとかないの。カルピス、カルピスとか、カルピスウォーターとか、カルピス。え、さっきさ、なん、そうそう、この人、え、この人さ、あれじゃない、アルミ缶をさ、拾ってお金に換える人たちじゃない。あー、怖い。回収おじさん？回収おじさんに話しかけることで、アイテムを預けたり受け取ることができます。他の主人公で預けたアイテムを受け取ることができます。え、すごいじゃん。いらない、これ、いらないものがあったら、もらうよって感じだ。お、預け、そうか、他の人にも渡せるんだ。じゃあなんか預けようよ。なんだろうな。クランクハンドルとかもう使わないんじゃない？そんなことないかな。クランクハンドル渡しとく？ホイッスル。ホイッスルももう預けとくか。あ、違う。え？今違うもの渡した？あ、違う。ん？いいえ。あ、違う。うん、今もう一回言う。いらないものがあるって言う。回路も、あ、回路はでもいい、栄養ドリンク。短い間、TP の減少を防ぐ栄養補給し、影響、やし、おぎ、な、うん、お、ドリンク剤。ちょっとこれ、わかめスープ、うどん2個もいらないな。ん？ほいで、サンタボー、あ、富士宮に、サンタボーを取っとくとし、あ、でもこれあれか。主人公しかつけれないっぽいやつか、これ。そしたらサンタボーも預けとくか。で、他のもの、あと何預けようかな。ウェイター服とかいらないよね。この靴ももういらないっしょ。カッパは、待って。こっちのカッパを預けるか。で、こっちのカッパを持っとくか。これ結構、
ペース空いたんじゃない？回路とかは一応でも持っといた方がいいよな。栄養ドリンク。一応持っとくか。わかんないかな。こんなもんか。100円ライター。20日も預けるか。あ、装備してんのか。はい。じゃあ、とりあえずこんなもん。100円だったらも預けちゃうか。これくらいでいいかな。あ、ゴミ袋ももういらないか。ゴミ袋も預けとこう。あ、すごい。あ、ウエストポーチも預けちゃうっていうのある？ここで。でも装備してるから無理か。ウエストポーチも預けてみるか。悩みどこだな。まあいっか。まあよくないな。ウエストポーチ絶対他の主人公で使う感じがするんだよな。荷物どうせバッグが足りないみたいな。よかった預けといてみたいなことにしよう。こいつにはあんだけ空いてたらなんとかなるしょ。あ、装備を外さなきゃいけないのか先に。装備を外して、ウエストポーチを外す。外しました。すごい。渡す、会社おじさんに渡せるんだ。これ普通にこの話しかけるのってやっぱ違うんかな。おいで、ここでウエストポーチを預けます。すごい判断だと思うんだ、これ。次の主人公に。渡す。よし。いいんじゃない？これで。よし。絶対、これね、絶対にね、絶対にいい判断だと思う。絶対にいい判断だと思う。じゃあ、温まりに行く。一回。ちょっと、ここを離れる前に。あれ、そういえば傘とか持ってたよね。どうしたんだろう。じゃあ今回ちょっとここで温まって終わりにしたいと思います。また次回お楽しみに。